末広工業株式会社の代表取締役末広隆です。60年前、うちの親父が立ち上げて、最初は一人から始めて、僕は大学出て、すぐの時に5人の会社で、そこからまあまあ私やりだして40で社長を継ぎましたと。でその後今現状の30人ぐらいの会社になってますと。今現状でいうと下水処理、水処理の方の設備ですとか、あと原子力関係の設備、それと医薬品とか食品の混合機、このメーカーさんとお付き合いさせてもらいます。で中には半導体の装置とか EV の電池の関係の、仕事とか、基本的には生管と溶接と、であとは組み立てということでやっております。大体年間で交番取ってるんですけど、11月に受注したやつから001番でつけて、次の10月末終わるまでに500から600近くの交番取った仕事です。まあ、その中でも小さいやつはもう一品だけ、大きいやつになると何百という種類の製品も作ります。だからもう数にすればもうとてつもない数作ってますね。取り組んでるのがまずはとにかく人手不足、人材不足っていうのは大きな今壁になってますんで、日本人の職人さんを育てるっていうのが非常に難しくなってる。基本的にはやっぱり外国人の方に頼らざるを得ないというところもあるんで、外国人も一緒にできる、職場もう皆さん平等やというぐらいの職場にして、それで盛り上げていこうと。実習生じゃなくて今はもう来てることベトナムの子はみんなエンジニアと、5年以上、10年でも20年でも、日本に入れるという方を採用してます。それによって日本人の方も働きやすく、でベトナム人も働きやすいという職場を目指してる。で一社依存で非常にやっぱり厳しめ合ってるんで、業種を広げる、一業種だけじゃなくて他業種、業種を広げるのもやし、業種の中のまたその幅っていうのを広げていかないと、今後っていうのは非常に難しいかなと。我々のところは 20% 以上のシェアを持つお客さんいないというぐらいに今してますんで、今後はそういうお客さんをもっと増やすと。先々、私65で辞めようかなと思ってるんですけど、65歳って一つ区切りをつけないと下が育たんというのが絶対あるんで、元気なうちに辞めて若いのに譲るというのが一番かなと、そういうふうに思ってます。